北区立西、浮間小学校は、東京都北区にある公立小学校。通称、西府省で、西、浮間小学校の生徒は、西浮子と呼ばれる。また、学校教育の一環として、生徒たちは、桜草という植物を一人一チ栽培している。2008年、開校49周年を迎えた。校舎の老朽化や生徒数の激増に伴い、 新校舎の建設が完了して2009年4月に東京都北区浮間2丁目7番1号へ移転している。3階建ての校舎と小型のプレハブがそれぞれ一棟であったが生徒数の増加と校舎の老朽化に伴い現在の地に4階建ての新校舎が建設された体育館プール1952年製の車掌車1952年に製造された。 使用不可となったものを大宮総社場から大型トレーラーで運ばれた。1989年3月に PTA より贈呈される。校庭に設置され、出入り自由である。昔はプラネタリウムに使用されていたが、現在は、車内で雑談や読書をすることができる自由空間となっている。現在は、校舎が移転され、車掌車は旧校舎の跡地に取り残されたが、 隣接する浮間中学校の校舎改築の工事に伴い撤去された。ポスト赤い円柱形。正門を入ってすぐの場所にある。1987年に赤羽郵便局から贈呈される。通常のポストのように全国に手紙を送ることは不可能だが、毎年1月になると赤羽郵便局を見学した2年生による西周期郵便局という活動があり、 専用のハガキに専用の切手を貼り、宛先として各クラスや職員室、給食室や事務室、用務室などを書いて児童名や教職員名、室の皆様へなど宛名を書いて投函すると当番の2年生が各所へ配達する。慶応ポール1964年の東京オリンピックで使用されたポール。現在は当番の6年生により毎日後期が慶應されている。 国語、算数、社会、理科、家庭、音楽、図画工作、総合、体育、道徳、英会話のほかに、フレンド活動という時間もある。総合にはパソコンを使用する授業や、学校で栽培している桜草に関する授業も、含まれる。PTA からの寄付で集められた恋のぼりを、例年5月に、PTA 役員や生徒たちの保護者によって、取り付けられる。 例年春に行われている桜草に関する行事。2年生から6年生が桜草に関する出し物を行う。また、1年生はこの行事で桜草の鉢を6年生から受け取る。行事の最後には桜草の歌という歌を全校生徒で歌う。2005年に20周年を迎え、生命の連続と刻まれた記念碑が作られる。その記念碑は、生門を入って、 すぐの場所にある。学芸会を行った翌年に行われる。生徒たちが作成した絵や工作等の作品を体育館で展示し、生徒や地域の人々に公開する。音楽会を行った翌年に行われる。生徒たちが用意された台本に基づき、練習を重ねて劇を行う。展覧会を行った翌年に行われる。生徒たちが歌や、 楽器演奏を練習し、発表するほか、PTA で結成されたコーラス会による歌の披露や、教職員による合唱や楽器演奏なども催される。5月に実施し、棒倒しや綱引き、エーサーや南中騒乱などダンスの後最後に紅白対抗リレーを行う。毎年10月に行われる学園祭。各クラスがそれぞれ出し物を考案し、発表する。ただし、 金銭に関わる出店や衛生上問題のある調理関係の出し物は不可能である。行事の最後には生徒たちが校庭に集まり学園天国を踊り行事の終了となる。4学年は1泊2日、5学年は3泊4日で千葉県の岩井市で体験学習させている。4学年は2002年度まで鎌倉の寺種基地内で実施していたが、 2003年度から祝いで実施している。6学年は夏休み中に栃木県で2泊3日で修学旅行を実施し、ケゴン滝や日光東照宮などを訪問する。1962年9月に制定される。作詞者は時前マロ、作曲者は渡辺浦と。ありがとうございます。